カナダ料理の例。左上より、モントリオール風燻製肉、メープルシロップ、ピーミールベーコン、バタータルト、プーティン、ナナイモバーカナダ料理は、地域により、幅広い相違がある。カナダの元首相、ジョー・クラークは、次のように述べた。カナダには料理の中でも、最高の料理がある。それは、様々な料理をごったににしたのではなく、寄せ集めたものである。 カナダの三つの最初期の料理は、ファーストネーション、イギリス、フランスがルーツである。カナダ英語圏の伝統的料理は、イギリス料理、アメリカ料理に影響を受け、フランス語圏の伝統的料理は、フランス料理と、毛皮商人の冬の貯蔵品から発展した。続く18世紀から19世紀にかけての中央、南、東ヨーロッパ、及び、 中国からの移民の波に伴い各地域の料理が引き続き拡大した。カナダは世界一のメープルシロップ生産国である。当初より継続的な移民の波によって様々な食品とともに移民がもたらした影響を受けてカナダの様々な地域や時代からカナダの食品は形成されてきた。伝統的な北極とカナダ領土の料理は ジビエを使うイヌイットとファーストネーションの調理法が基本である。逆に各地のファーストネーション及び先住民の間に普及しているバノックはスコットランドの毛皮商人より伝えられたフライパンで調理する揚げパンである。ブリテン諸島からの移民や商人は大西洋岸諸州及び南オンタリオにおける初期カナダ英語圏での料理の影響を与え、 フランス移民は、南ケベック、北、オンタリオ、ニューブランズウィック州の料理に影響を与えた。オンタリオ州のより西南地域の多くでは、オランダ及び、スカンディナビアの料理の影響が強く、カナダ西部の州の料理は、ドイツ、ウクライナ、ポーランド料理の影響を強く受けている。ロシア移民子孫の菜食主義者、ドゥホボール派もまた特筆すべきである。 オンタリオ州のウォータールー地域には、メノナイトとゲルマン人料理の伝統がある。1800年代後半のカナダへのユダヤ系移民も、また、カナダの食品に重要な役割を果たした。モントリオール風ベーグル、モントリオール風燻製肉は共に、モントリオールのユダヤ系住民社会が発祥の料理である。カナダで中華料理とされている料理の多くは、 カナダ及び北アメリカ発祥で各地域の中国人が伝統的料理を地元向けにアレンジしたものである可能性が高い。カナダ式中華料理はカナダ国内各地に地域ごとの様々な変化を伴って広まった。中華料理のビュッフェはアメリカ合衆国及びカナダ各地に見られるが1870年頃のバンクーバーギャスタウンが当初の発祥である。 シャンティタウン近郊の森林や工場で働く多くのスカンディナビア人に中国系移民の料理人が食器棚のスチームテーブルを用意し積み上げてダイニングテーブルに空きを作る習慣から始まった。ジンジャービーフはカナダ西部発祥と主張されている人気の中華料理である。ニューファンドランドラブラドール州及び大西洋岸諸州の料理は塩漬けを牛肉。 および豚肉を好むイギリスおよびアイルランド料理の調理法から主に派生している。オンタリオ州、マニトバ州、ブリティッシュコロンビア州はまたイギリス料理の強固な伝統を維持している。一般的なカナダの国民食候補は以下の2つである。グローブメールが Facebook コメントを収集した非公式調査によると カナダの国民食は以下の通りである。ただし、メープルシロップを食品とみなした場合はこれら以上となる可能性が高い。カナダ国内で共通の材料が多い一方、各地域では歴史や民族に応じて独特の食材を用いる。これらの地域独特の食材により独特の地域料理が作られる。カナダでは あらゆる種類のジビエが狩猟され食されるが、都市部では一般的ではない。鹿肉はカナダ全国で食べられており、多くのファーストネーション文化で非常に重要であると考えられている。希脚類の肉は特にカナダ北部、大西洋岩礁州、及びニューファンドランドラブラドール州で食される。山ズらや大腸のような野鳥もまた常に狩猟される。 熊やビーバーのような他の動物は、専門の狩猟家や、先住民が食べることがあるが、国民のほとんどは、通常食べない。野生のアンズタケ、アメリカマツタケ、アミガサタケ、ロブスターマッシュルーム、パフボール、および他のキノコも食用にする。カナダは、品質の良いチーズ、多くの優れたビールを生産しており、素晴らしいアイスワインとアイスシードルでも有名である。 野生、または栽培した、西洋スグリ、サーモンベリー、クランベリー、イチゴを食べる。ムクロジを泡立てて作る、インディアンアイスクリームは、ブリティッシュコロンビア州内陸の内陸ッシ種語で、ズーサムと呼ばれる。アイスクリームの形状、または、クランベリーのカクテルのような飲み物で、腎臓の競争剤として知られている。アラスカでは動物、または、 魚の油脂で作るエスキモーアイスクリームをアクタックと呼ぶ。カナダの食品とその他の北アメリカの料理にはかなりの重複があるが、カナダのみの独自料理が多数ある。他の地域よりも一般に食される料理もある。伝統的な七モバーバタータ,ータールとコーヒークリスプトリプルモカ12年もののカナディアンウイスキーの瓶ストレートブレンドカナダの主要都市のほとんどは、 様々なストリートフードが販売されており、地域の名物が有名である。プーティンは全国的に販売されているが、ケベックでははるかに人気が高い。同様に、ホットドッグスタンドはカナダ中にあるが、バンクーバーやビクトリアよりもオンタリオ州で人気である。オンタリオ州では、通称、フライトラックと呼ばれる移動販売車で、ホットドッグが販売され、 ストリートミートと呼ばれる。バンクーバーやビクトリアではミスターチューブステークフランチャイズが有名であり、フランクフルトでなくスモーキーズと呼ぶウクライナソーセージが有名である。モントリオールはシシタオク、モントリオールホットドッグ、1ドルファラフェルなどの多くの名物が販売される。バンクーバーでもファラフェルは普及しているが、ピザスライスがさらに人気である。 バンクーバーにはまた多くの寿司店がある。オタワやウィンザーではシャワルマが普及しており、ハリファックス地域都市圏では地域独特のドネルケバブであるドネアが売られている。夏季には全国各地でアイスクリーム販売者が見かけられる。近年、トロントでは世界中のストリートフード業者による販売が許可された。これにより、ケバブ、ファラフェル、 シャワルマや他のハラールフードがストリートフードとして非常に人気である。ありがとうございます。